今日午後、霧島市で倉庫一棟が焼ける火事がありました。怪我人はいませんでした。建物から大量の白い煙が立ち上り、時折炎も見えます。現場の道路向かいでは子どもたちが集まり、不安そうに消火活動の様子を見守っていました。警察と消防によりますと、今日午後3時ごろ、霧島市国分中央4丁目で通行人から1階建ての建物の屋根から炎が見えると119番通報がありました。火はおよそ1時間40分後に消し止められましたが、この火事で楠本博人さんの所有する木造の倉庫一棟が全焼したとみられています。怪我人はいませんでした。警察と消防が現在火事の詳しい状況について調べています。